日本人に大人気常夏のリゾートハワイ。今日はこのハワイオアフ島で過ごした1週間の Vlog をお届けします。こんにちは。夫婦で会社員を辞めて世界旅行に出ているゼウキュの冒険です。このチャンネルでは一緒に一度は行ってみたいっていう場所を回りながら世界各国の絶景をお届けしています。今日のテーマはハワイ・オアフ島、綺麗なビーチ、快適な気候、清潔な街、美味しい料理、魅力的な文化。この動画を見ている人の中でも次の休暇で行ってみたいっていう人や、すでにハワイ大好きって人も多いんじゃないかな。 Vlog の前にまずハワイの概要なんだけど、ハワイは太平洋のこの位置、アメリカ合衆国の州の一つ。火山活動が活発なエリアで132個の島々からなる州なんだけど、この中で観光客が回れるのはこの6つ。その中でも首都ホノルルがあり、日本人がハワイって言って真っ先にイメージするのがこのオアフ島なんだよね。日本からは直行7時間で行けて、綺麗なビーチやおしゃれな街だけではなく、日本では見ることのできない大自然や独自の文化、料理を堪能できるのも魅力の一つなんだよね。ちなみに他の国と比べてもホテル代が結構高かったんだけど、基本の宿代に加えてリゾート税やチップ、車がある場合は1日5000円くらいの駐車料金が追加でかかるから注意が必要。安くハゼ料を引かないホテルの探し方は以前動画で出しているので、そちらを参考にしてもらうか、エアビーでもいい部屋はあったのでチェックしてみてください。正直ホテルに関しては新しくて綺麗なドバイなんかと比べても高いんじゃないかなと思います。それでも日本人スタッフが街に多い点やツアーが多くて回りやすいことから、海外旅行の初心者にはおすすめかなと思います。航空券は今チップエアで片道直行1人3万円で行ける日があるからチェックしてみてください。ちなみに今回僕たちもチップエアを使ってみたんだけど、結構快適だった。ちなみに今回はハワイ諸島の中でもオアフ島を紹介するんだけど、この他にもカウアイ島やハワイ島もしっかり回ったので、それはまた次回紹介しようと思います。ということで、前置きはこの辺りにして、人々が集まる常夏のリゾートオアフ島で過ごした1週間の Vlog、 いってらっしゃい。 Day 1、 ワイキキ。オアフといえば何といってもこのワイキキの海岸線。ここはショッピングモール、ビーチ、レストラン、リゾートホテルが集結している場所で、ここを楽しむだけでもバカンスとしては十分エンジョイできると思う。まずはホテルにチェックイン。僕たちはワイキキビーチにも近く、比較的リーズナブルで品質も高かったオハナワイキキマリアバイアウトリガーに泊まりました。おお、いい、綺麗。ベランダついてる。おお、すごいね。すごい、ちょっとビュー見てみようよ、早速。おお、おじ、おお、ここは11階でございます。わあ、すごいすごいすごい、めっちゃ綺麗だよ。うぅ、すごすご、これはいいぞ。超綺麗、超綺麗だね。え、すごいね。ね、最高だわ、ベランダあるとか。あ、確かにね、すごいな。かわいい、気持ちいい。てか暑くないんだけど、外が。確かにカラッとしてるね。なかなかいいホテルなんじゃないでしょうか、こちらは。なんかサイトで見たより品質が高い。そうだね、全然外観とかも新しく感じるね。感じるね。ワイキキビーチ近くの街を練り歩いてね、美味しいアサイボールを探しに行こうかなと思います。結構点数高いとここの辺多いから迷っちゃうよね。そうだね。そうだね、ここは人気だ。店員さんと思った人にはいって言ったら違う。そう、店員さんに話しかけようか。じゃあちょっとどんなメニューがあるかチェック。 Wi-Fi で。美味しそう。メニュー見たけどめっちゃうまそう、うん、美味しそうだよね。これは人気ですわ。わ、うん、かる。うわ、食欲湧いてきた。アボカドトーストとかも美味しそうだし、うん、ランチもあるんやね。ランチもディナーもあって、ね、そうそう、いいよね。うわ、エッグベネディクト的なやつも超美味しそう。ね。
美味しい。なんか私アサイ好きでコストコで買ったことあるんだけど、やっぱりお店で食べた方がめっちゃ美味しい。甘さがあって、はいはい、フルーツもね、新鮮で、グラノーラとアサイに、フルーツが3種類トッピングされてて、いちごとバナナとブルーベリー、ブルーベリー、美味しそう。アサイがほぼシャーベットみたいになってて、冷たく蜂蜜かかってて、あ、そうなんだ。甘みがあって美味しい。はい、うん、めちゃくちゃ味が濃厚。へえ。なんかツナペーストみたいなやつ入ってて、この味がすごいアボカドと合って美味しい。美味しそう。人気店な理由がわかる。うん、美味しいご飯を食べた後はワイキキビーチへ運動へ。ここは白い砂浜に青い海が広がる、まさにハワイの代名詞とも言える場所。人の多さに対してウミガメも結構いたので驚いた。来ました、ワイキキビーチや。すっげえ、絵に描いたような綺麗なビーチ。めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。うわー、だ波もなんかちょっと高くなった。こんなにパラソルが出るんだね。絵に描いたような気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいんだけど。気持ちいいね、確かにね。やばいやばい、てか夕日マジで綺麗なんだけど、うわやば、すごい。人もすごい集まってきててさ、みんなあの夕日を見てるよ。人のシルエットがさそう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 、いいよ、いい。ハワイは海外初心者にもおすすめなんだけど、やっぱりそれでも英語が心配ですとか、言語どうしてるんですかっていう質問がめちゃくちゃ来る。僕たちは英会話の練習用のツールをよく使ってるんだけど、今回は超おすすめな DMM 英会話 AI を紹介します。 DMM 英会話 AI はその名の通り AI が先生となって英会話を練習できるんだよね。トピックも入国審査はもちろん、旅行に特化したものやホテル、レストランなどの一般的にどの海外旅行でも使えるものから、なんとハワイ旅行に特化したトピックもある。ハワイに行くときには事前に知ってから行くと楽しさ倍増すると思います。 Welcome and aloha. Is this your first luau? Yes, but what is luau? A luau is a traditional Hawaiian feast. It originated as a way to celebrate special occasions and gather people together in ancient Hawaii. Would you like to learn a few Hawaiian phrases? Yeah, sure. Great job with the mini quiz. DMM 英会話 AI は普通のオンラインレッスンと違って AI が先生だから予約も不要、隙間時間にいつでもどこでも英会話が練習できるし、なんと無料で今使えるところが驚き。ぜひ英会話が心配な人は間違い放題、練習し放題の DMM 英会話 AI を概要欄からチェックしてみてください。 Day 2ヘリツアー。2日目は空からオアフ島を堪能。ハワイは火山活動でできた島で、世界でもここにしかない独特な地形が多いから、ここオアフ島以外でもハワイ島やカウアイ島でのヘリツアーがめちゃくちゃ人気なんだけど、ここオアフ島ではホノルルの高層ホテル街や独自のクレーターや険しい山々を見ることができるから、ぜひおすすめしたいアクティビティの一つだったね。ヘリの前に腹ごしらえ。この日に行ったジーナバーベキューは人気の韓国料理屋さん。僕たち2人がハワイの中で一番ハマってヘビロテした店だった。ここは私がフォローしてるインフルエンサーさんが来てて、うん、なんか非常に美味しいらしいので、はいはいはい、来てみたくてピンと飯した場所。あ、行きましょう。楽しみ。めちゃくちゃ人おる。めちゃくちゃ人が、美味しそう。値段結構安いね。何する？あのなんか
チャプチェみたいな。チャプチェみたいな。あ、いや、チャプチェ。俺この緑のやつ食べたいな。あ、お、Thank you。じゃーん、ゲットしました。ジーナスペシャルを。あ、2人でそれぞれにしようかと思ったけど、絶対2人で1個でいいよね。いや、本当に。じゃーん。おー、すごい。うわ、うまそう。めちゃくちゃボリューミーだね。すごっ、おいしい。おいしすぎる。味付けがね、すごいおいしい。ちなみにヘリツアーは値段も高くて、予習しておかないとあっという間に終わっちゃうんだよね。せっかくのツアーを最高の思い出にしてもらうために、ここでヘリツアーのポイントを紹介していこうと思います。まずヘリツアーはドアが閉まっている通常のタイプと、ドアが開いているオープンドアのタイプがあります。オープンドアの方が少し値が張るんだけど、海外でしか味わえない最高の絶景と臨場感を味わいたいから、僕たちはいつもオープンドアをチョイスしています。ヘリの中に持っていけるカメラは1つか2つ。長い自撮り棒も禁止なので、ツアー側が準備してくれてる短くて丈夫な棒と交換する必要があります。ちなみにカメラの予備レンズも持っていけないことが多いから、どれを装着するかめっちゃ迷うんだけど、結構ヘリはスポットの至近距離まで寄ってくれるので、個人的には広角レンズと手ブレが抑えられる360度カメラを持っていくことをお勧めします。僕が持っているレンズ類は概要欄に載せておくので、チェックしてみてください。ヘリはポイントを次々と回って、あっという間に時間が過ぎるので、あらかじめどういうルートを通るのか把握しておいた方がいいね。オープンドアの場合は外からの風が強いので、自撮りした時にベストショットが撮れるよう髪型など工夫しておくのがいいと思うね。ちなみに僕たちがハワイで利用したのはマウナロアヘリコプターっていう会社なんだけど、写真スポットをしっかり押さえて回ってくれるから、撮影をしっかりしたい人にはおすすめかな。ということで早速空の旅へ行ってみましょう。Day 3、シュノーケリング。ここオアフ島の周りはたくさんの海洋生物の生息地になっていて、ツアーで簡単に見ることができます。以前はイルカと一緒に泳ぐツアーも多かったんだけど、2021年10月から海岸から4キロ以内にいるスピナードルフィンの近くで泳ぐことは禁止になったみたい。それでも規制を守る形でイルカたちとシュノーケリングしたり、船から眺めることはできるみたいだね。Day 4、フォーマルヒア植物園、クアルアランチ。ハワイといえば青い海のイメージが強いけど、緑豊かな山々も大きな魅力の一つ。このフォーマルヒア植物園ではハワイ独特の地形と植物、マングースなんかを見ることもできるんだよね。今日はですね、ワイキキビーチの方が南部にあったんですけど、山脈を越えて北部の方のフォーマルヒア植物園ってね、有名なハワイの植物園行った後に、さらにね、その近くというかもう少し行ったところにクアルアランチっていうジュラシックパークみたいなエリアがあるんで、そこをね目指して今から車で行こうと思います。結構山まあ、やばいよ。これやばいね。やばうわこの山の形はなんかハワイ独特だよね。独特。うわー、何この山。ジュラシックパークやね、うん、
この辺になるとローカル感出てくるね。ね、だいぶローカルな感じで観光客少なそうじゃない。観光客の姿はここでは見てないね。やっぱワイキキ離れると少ないね観光客。そうだね、特に日本人はこっち来てる人俺見たことないよ。あー、わかる。この日の昼食はファストフードのタコベル。今物価が上がってるハワイの中でリーズナブルで美味しく腹ごしらえできるから結構重宝してたね。この近くで一緒に訪れたいのがクアルアランチ。ジュラシックワールドやキングコング、ハリウッド映画の舞台になった場所で迫力ある地形が楽しめる。デイ5、ノーシュア。このエリアは個人的に一番お気に入りの場所だった。ここでしか見ることのできない風景とローカルな雰囲気、美味しい食べ物、オアフ島を深掘りするならおすすめです。今日はハワイのオアフ島の西側のラニアキアっていうところがあって、でそこにウミガメさんたちがいるので、一緒にねそのウミガメさんたちを見に行こうと思います。今ビーチ着いて、そのカメがいるというスポットの方に歩いております。水中でしか見たことない。そうだね、陸上でカメさんが野生でいるっていうのはなかなかね。あ、これ今こうウミガメのルールみたいなのがあって、触っちゃいけないし、餌もあげちゃいけないし、あと10フィート、3メートルは離れてくださいっていう感じのルールがあるみたいで、カメさんに近づいちゃうと逃げちゃってね、ここの名所がなくなっちゃうんで近づいちゃダメっていうことらしいです。これここに1匹、2匹、3匹、こっちもいる、こっちもいて、いっぱいいる。カメの家族みたいな。面白いねこれ。かわいい。みんな連チャンでしてるね。見て、めちゃくちゃ近いよ。めっちゃ近い、ね。こんな距離っすよ、こんな距離。これ超レアだね。近辺はフードトラックの人気店が集結しているからぜひ立ち寄ってほしい。特にこのクリスピーグリーンズのアサイーボウルは海外からのファンも多いみたいです。結構フードトラックというか道端にこういろんなちっちゃいレストランがあってね、この辺り西部に来た時はねぜひとも立ち寄っていただきたいスポットの一個で。スミアナ、今日何食べたい？シュリンプとアサイーボウル、両方食いますね。入ってるアサイーボールです。これでラージサイズで12ドルぐらいで、これスモールサイズはもっとちっちゃくて10ドルぐらいって感じでね、これ有名店なんで絶対美味しい。じゃあアサイーボールいただきます。はい、うん、めっちゃ冷たくて、うん、甘くてさっぱりしてて美味しい。街中で食べたやつ結構甘い感じだったけど、うんうん、これ結構さっぱりしてて、フルーツとこのオートミールの食感がすごい美味しい。うわ、美味しそう。じゃあ開けてください。入ってる、美味しそう。ガーリックシュリンプ美味しそう。美味しそうだね。レモンかけようかな。レモンかける派？うん、かける派。俺はかけない派なんだよ。かけない派。いや、嘘嘘。いただきます。はい、まずい。美味しい。美味しい。お
フォアソースがマイルドですね、うん、ガーリックシューもマイルド、うん、マイルド、美味しさも美味しさはそこまでマイルド美味しさはスペシャル、あ、スペシャルで美味しい、うわ、うまそう、ちょっとチェンジして食べ合いごしようよ聞いてるソースかかってるとこリゾットみたい、あ、そう、ちょっとチェンジして食べ合いごしようよ、サンセットビーチ綺麗だね、この浜めちゃくちゃ綺麗、オレンジの砂浜と海のコントラストがやばい、綺麗だね、すげえ綺麗、絶対綺麗確定じゃんね、なんか結構みんなこう等間隔に陣取って思い思いのね過ごし方をしてます、デイシックスハワイ海、オアフ島東部住宅街でもありながら花馬ベイやココヘッドなどいくつか有名な観光スポットのあるエリア、今回僕たちは花馬ベイを狙っていったんだけど、なんとこの日は休み、近くにあるチャイナウォールっていうスポットに来たんだけど、ここも隠れた人気スポットでびっくりしたね、すげえ、これ地元の人の隠れローカルビーチって感じが半端ない、なんだここは、すごいははいなそうなねほんまそうだよ、なんだここすげえ、そして次に行ったのがこのマカプー大読、本来はマカプーライトハウスっていう灯台が有名なんだけど、今回僕たちは知る人ぞ知る干潮の間だけ現れる自然のプールへ行ってきました、このプールね、地元の人も結構知らない方も多いので、僕らもたどり着けるかどうかって分かんないし、結構ね過酷な道らしいんで、あとねご覧の通りねめちゃくちゃ暑いです、むっちゃくちゃ今太陽が暑くて、それもねなかなか過酷な要素の一つなんですけども、こんな中幻のね天然のプールを見に行こうと思います、Let me see, let me see. Yeah, no, this way, right? Yeah, this way, and全然サンダルで来るところじゃないな、これは。はい、じゃあようやくたどり着きました。結構トレイルしたね。トレイルした。結構もう満潮になってきたんで、そろそろ帰りますか、いやもう信じられないくらい海綺麗でびっくりするぐらいすごい、そしてこの日のサンセットはここサンディービーチ、ここは波が本当に高くて迫力がすごい、ビーチも綺麗だしオレンジ色のサンセットが本当に綺麗だった、ラストでアラモアナ、ラストはワイキのすぐ隣アラモアナ、ショッピングで有名なアラモアナセンターでお買い物するもよし、ヨットハーバーやローカルの人たちも集うアラモアナビーチへお散歩するのも最高に気持ちがいい、ちなみにこの日は近くのエアビーに泊まったんだけど、景色もよく日の光がたっぷり入る部屋で、ホテル代を節約したい人はエアビーもチェックしてみるといいと思います、
okay. We were just a summertime flame. When it came apart, I didn't think she'd break my heart. We were just a summertime flame. See that girl over there, cute with the long brown hair. In the summer. 日本料理多いね、本当に。来ましたね。美味しそう。てかなんかめっちゃ並んどって人気店だね。大人気店です。ね。フォロワーさんから教えてもらった。いただきました。ありがとうございます。そういう情報は即座に行動に移します。めっちゃ美味しそうなんだけど。わあ、好き。いいマジで。Thank you。来ましたついに。めちゃくちゃ美味しそう。うおー、赤いでんな。美味しそう。超美味しそう。こっちがリブアイか。でこっちがベーコンラン。はい。あ、これ美味しい。あ、これやばいよ。あ、そう。これね、スティックソースなくても、うん、もう味これで十分。はいはいはい。腹ごしらえの後は夕日を見にアラモアナビーチへ。このビーチは観光客はもちろん現地の方もビーチバレーやバーベキューをしに来ていて、ピースフルなオアフ島の雰囲気を感じることができた。夕日を見にアラモアナビーチのあるマジックアイランドのところに来ました。ここはね、ワイキキエリアからもそんなに遠くなくて、車で5分ぐらいで到着できるし、20分ぐらい歩けば来れる場所なので、ぜひともね、来てもらいたいなと思ってます。めちゃくちゃ綺麗な夕日が見えるし、現地の人も集まってバーベキューしたりしてるような感じね。すごいピースフルでロマンチックな場所ですね。めちゃくちゃ綺麗じゃない。むっちゃ綺麗。そして最後は花火。この花火は毎週金曜8時からヒルトン前で上がるから、ハワイの予定立てるときには忘れずに予定に入れておいた方がいい。ということで、常夏の島、集いの場所ハワイ、オアフ島、1週間の Vlog、いかがだったでしょうか。この動画が少しでも参考になったら、いいね、登録、コメントで応援してください。次回、感動のオーロラとサントクロースに会える街、フィンランド、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、人生は自己実現と家族孝行、ゼウギョの冒険は続く。